6月27日はサングラスの日。松本潤が1位に輝いた秘密を徹底解明。なぜ彼らが選ばれたのか。平野翔と神宮寺優太の魅力に迫る。6月27日はサングラスの日として知られています。この特別な日にちなみ、女性向けエンタメライフスタイルニュースサイトモデルプレスは、 読者がが選ぶサングラスが似合う男性芸能人トップ20を発表しましたこのランキングは2024年6月18日から6月22日までの間に実施された読者アンケートに基づいています回答総数は6696件で性別比は女性94.3%男性2%回答なし3.8%と女性の意見が大半を占めています 年代別の内訳を見ると、10代が4.8%、20代が10.9%、30代が15.5%、40代が25.4%、50代が29.6%、60代以上が13.8%と、幅広い年齢層の人々が参加しています。ランキングの結果、トップに輝いたのは嵐の松本潤でした。松本潤は、 そのカリスマ性と洗練されたスタイルで常に注目を集めていますサングラスをかけた彼の姿は特にクールで魅力的であり多くのファンを虜りこにしています続いて第2位にはナンバーアンダーラインアイの平野翔が選ばれました平野翔はその甘いマスクと圧倒的なパフォーマンス力で知られており SNS 上でもサングラス姿が多くの賞賛を受けています彼は 2024年のコーチェラや東京ドーム有明アリーナなどのステージでもサングラスをかけて登場しそのクールな姿で観客を魅了しました第3位には k a t ー t u n の亀梨和也がランクイン亀梨和也もまたそのスタイリッシュなイメージでファッションアイコンとして多くの支持を得ていますランキングの第4位にはジェネレーションズのカ原ハと第5位には山下智久が続きますカ原ハとは そののエネルギッッシシュなパフフォーマンンンススと独特のファッションセンスで知られておりサングラスが彼の個性的なスタイルを一層引き立てています山下智久はそのクールでセクシーなイメージがファンに人気で特にサングラスをかけた姿が多くの人々の心をつかんでいます第6位にはナンンバーアンダーアダラインアイの神宮寺優太が選ばれました神宮寺優太もまた SNS でサングラス姿が話題となっており その冷たい視線とクールな表情がファンを魅了しています。第7位から第20位までのランキングには、綾野剛、立博氏、エクジットの金近大輝、伊藤健太郎、エグザイル敦 t ストーンズの田中樹、B、ファーストの宮間良希スノーマンの佐久間大輔佐藤健、町田健太、北山博光、志尊淳、中島健と、ディーン・藤岡など、多くの人気俳優やアーティストが名を連ねています。 彼らもまた、サングラスをかけることで一層スタイリッシュに見え、その魅力を一段と高めています。特に平野翔と神宮寺雄太がランクインしていることは、彼らのファンにとって大きな喜びとなっています。平野翔は、その多彩さとカリスマ性で知られており、どんなスタイルも完璧に着こなす能力があります。彼のサングラス姿は、その魅力を一層引き立て、多くのファンを虜にしています。 また、神宮寺勇太もまた、そのクールなイメージで多くの支持を得ています。彼のサングラス姿は、特に SNS で多くの反響を呼び、その魅力が広く認知されています。これらのランキング結果は、サングラスが単なるファッションアイテムではなく、個々のスタイルやキャラクターを引き立てる重要なアクセサリーであることを示しています。サングラスをかけることで、その人の印象は大きく変わり、 より魅力的に映ることが多いです特に芸能人にとってはサングラスはそのイメージを強調しファンとの絆を深める重要なツールとなっていますさらにサングラスは単なるファッションアイテムにとどまらず目の保護という重要な役割も果たしています紫外線から目を守るために多くの人々がサングラスを使用しています特に夏場や屋外での活動が多い時期には サングラスは欠かせないアイテムですそのためファッション性と機能性を兼ね備えたサングラスが求められるようになっていますサングラスの日にちなんで多くのブランドが新作を発表しファッションショーやプロモーションイベントが開催されることも多いですこれにより最新のトレンドやデザインが紹介され消費者にとっても新たなスタイルを楽しむ機会が提供されますまた サングラスをテーマにしたキャンペーンやチャリティーイベントも開催されることがあり社会貢献活動としての側面も持っています例えば環境保護をテーマにしたサングラスブランドが増えておりリサイクル素材を使用した製品や売り上げの一部を環境保護団体に寄付する取り組みが注目を集めていますこのような取り組みは消費者にとっても環境に優しい選択肢を提供し 持続可能なファッションの実現に寄与しています最後に、サングラスの日を迎えるにあたり、私たち自身もサングラスの持つ魅力や重要性を再認識する機会として捉えることができるでしょう。サングラスは、私たちの日常生活においても欠かせないアイテムであり、自分自身のスタイルを表現するための重要なアクセサリーです。お気に入りのサングラスを見つけて、 自分自身の魅力を引き立てるスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。サングラスの日に寄せて、平野翔や神宮寺雄太のようなスタイルアイコンたちからインスピレーションを受け、私たちも自分らしいサングラススタイルを見つけて楽しむことができるでしょう。彼らのように、サングラスをかけて自信を持って歩くことで、日常が一層輝かしいものになるかもしれません。サングラスの日が終わると、 次に訪れるのは新しいトレンドの波です。ファッションは常に変化し続けており、次はどんなスタイルが流行るのか、どんなデザインが注目を集めるのか、今から楽しみです。サングラスもまた、その一部として、私たちのファッションライフに彩りを加えてくれるでしょう。サングラスの日を機に、自分自身のスタイルを再確認し、新しいサングラスを手に入れて、 新たな気持ちで日々を過ごしてみてはいかがでしょうか。それはきっと、あなたの生活に新たな風を吹き込み、毎日をより楽しく、スタイリッシュにしてくれることでしょう。サングラスの日を祝うことをきっかけに、ファッションの一環としてだけでなく、私たちのライフスタイル全体においてサングラスの役割を考えてみることも重要です。サングラスはただのアクセサリーではなく、個々のアイデンティティを表現し、 日常の一部ととしして楽しむことがでできるアイテムですまたサングラスを選ぶ過程で自分の顔の形やスタイルに最適なものを見つける楽しみもあります自分にぴったりのサングラスを見つけることで見た目の印象が大きく変わり自信を持って外出できるようになるかもしれませんサングラスの選び方にはいくつかのポイントがありますまず顔の形に合ったフレームを選ぶことが重要です 例えば、丸顔の人は角張ったフレームが似合うことが多く、逆に角張った顔の人は丸みを帯びたフレームがバランスを取ります。また、フレームの色や素材も、個々のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。これにより、サングラスをかけることで自分の個性をより強調することができるのです。さらに、サングラスは機能面でも優れたアイテムです。紫外線から目を保護するだけでなく、 眩しい光から目を守る役割も果たします特に運転中やスポーツをする際には視界をクリアに保つためにサングラスが欠かせないことが多いです高品質なレンズを選ぶことで目の健康を守りながらもスタイリッシュな外観を楽しむことができます